一本だったら一本だったら、一本たたら、一つだったらとは、日本に伝わる妖怪の一種で、熊野地方の山中などに住む、一つ目で一本足の姿の妖怪とされるが、地方によって、伝承内容には違いが見られる。和歌山県と奈良県の境の果てなし山脈では、皿のような目を持つ一本足の妖怪で、12月20日のみ、現れるといい、この日は、果ての20日と呼ばれて、 役人された。カムの名の由来は、果ての20日に、人通りがなくなるからだとも言う。奈良県のおばが、峰山でも、同様に、12月20日に山中に入ると一本だたらに、会うと言い、この日は山に入らないよう戒められている。こちらの一本だったらは、電柱に目鼻をつけたような、姿と言い、雪の日に宙返りしながら一本足の足跡を残すと言う。 奇怪な姿のために恐ろしい妖怪だが、人間には危害を加えないという。高知では、縦繰り返しといって、夜道を転がる、敵根状の妖怪の伝承があり、おばが、峰山の一本だったらは、これと同じものとの説もある。また、おばが、峰山の一本だったらは、イノシシササオウという鬼神を刺すこともある。これは背中に、 熊笹の生えた大いの獅子がカリュードに打ち倒された後に、亡霊となったもので、一本足の鬼の姿で峰を旅する人々を襲っていたが、丹性商人という構想によって封印され、教皇は収まった。しかし封印の条件として、年に一度、12月20日だけは、いシシしさを解放することを条件としたため、この日は峰の役人されたという。 和歌山県の熊野山中でいう一本だたらは、姿を見たものはなく、雪の降り積もった上に残っている幅一尺ほどの足跡を見るのみという。広島県の五福島でも一本だたらは一本足の妖怪とされるが、姿を見たものはいないという。和歌山県西室郡では、河童の一種であるゴーライが山に入ると、山わろの一種であるカシャンボとなり、 このカシャンボのことを一本だったらと呼ぶ。2004年春には、白浜町の富田という地域の田で一本足の足跡が発見され、富田のガシャンボと呼ばれ、一本だったらやカシャンボの復活かと話題になった。他にも、人間を襲うという伝承が多い中で、郵便屋だけは襲わないという説や、源義経の相場が山に放たれてこの妖怪に化けたとの説など、 一本だたらの伝承は、名前は同じでも、土地ごとによって大きな違いがある。名称の、一本だたらの、だたらはたたらしに通じるが、これは単足が片足で不意語を踏むことで、片足が苗、片目で炉を見るため片目の視力が落ちること、一本だたらの、出没場所が鉱山跡に近いことに関連するとの説がある。一つ目の単野神、天の間一つの人の零落した姿であるとも、 考えられている。なお、熊野地方を治める熊野国像は、製鉄士族である物の部氏の支流である。奈良県吉野郡の松本工房では、一本だたらの伝承をもとにした民芸品、一本足だたら、こけしを2005年より販売しており、妖怪土産として秀逸な一品との声もある。一本だたらと同様に足が一本しかない妖怪の伝承は、日本各地にあり、 一本足と総称されている。中でも雪の降った翌日、地面の雪の上にある足跡状のくぼみを一本足の妖怪の足跡とするものが多い。静岡県岩田郡川上では誤って片足を切断して死んだ木こりの恨みが一本足という妖怪になり、降雪の翌日、山中に片足のみの足跡が残っているという。 愛知県北下良郡振草村族大では、大雪の晩、山小屋の周りで、ドスンドスンと音がして、翌日には、約2尺の片足のみの足跡が残っているという。富山県上新井川郡、岐阜県北部の飛騨地方、岡山県筑母郡に伝わる妖怪の雪入道も、一つ目と一本足の大入道で、雪の降った翌朝の雪上に足跡を残すというが、一本だからと、 特徴が共通することから、文献によっては同一の妖怪として混同されている。和歌山県伊郡郡吉村では、降雪の翌朝に、木の下に円形のくぼみがあるものを、前の晩に、小児のような妖怪、雪棒が一本足で飛び歩いたためという。愛媛県北上郡吉田町では、雪の上に一本足の足跡を残すものを、雪場という。また、 前述のように足跡が残るだけではなく、一本足の怪物そのものが登場する話もあり、遠野物語周囲には、宮城県の佐渡島山で一つ目一本足の怪物が、カルードに退治されたとある。奈良県川上村柏木では、前述のイノシシササオを一本足と呼び、その前身は、イノシシではなく、老いた猫とされている。吉野郡中、門村では、節分の日、 棘のある小枝に焼いたワシの頭を刺して玄関に掲げる風習があるが、これは一本足を防ぐためと言われる。前日の一本だったら伝承のお箱だけの一本足の別のバリエーションでは、美女に化けた一本足が現れ、災いを起こしていたとされ、高野三世の天野の漁師が出会ってしまったため、鉄砲で何度も発砲したが、その度に銃弾を手で受けては投げ捨てられ、迫ってきた。 漁師は、天野の神様、イコールに渦姫神社に、どうか一週間だけ命を貸してくださいと祈ると、神様は二つ弾を撃てと教え、再びお箱だけに向かうと、弾を撃ち続け、最後に二つ撃った。それに気づかなかった一歩足に弾は命中した。女は、命乞いし、漁師は、人の命を取らないことを約束させるも、果ての二0日に通る人だけは命を取らせてほしいと、 頼まれ、1日くらい良いだろうと許してしまった。そのため、12月20日には入山するなと伝えられる。これらのような一本足の妖怪は、山の神や道祖神の身体を一本足とする、伝承に関連すると考えられている。また、中国の一本足の妖怪、山、に由来するとの説もある。ありがとうございます。